英語はもう英検1級の単語なんか当然知ってる。じゃあ正誤問題めちゃむずい書いてある内容めちゃむずいね、はい、国連の知識問題が一番簡単でこれね一生懸命読んでここ重要かなってね先聞いて覚えたりしたんですけど時間の無駄でした。時事ニュース決定でしたっけっていうのもせっかくだから問いました。本当にまあ自分自身に本当面接行きたくなかったよ。もうそう当日はもうやだなと思ったけど行ったら何のことなかったですね。ハローで始まりました。もちチャンネルです。そうです。今回はですね、まぁ、ちょっと見えてますが、ほぉほぉ国連英検、特英検について話したいと思いますね。まあリクエストがあったので、ちょっと話してみたいかなと思いますね。国連英検特英級っていうのは、英検1級より難しいのとかってね、聞かれたんですけど、はい、英検1級より難しいです。で、なんたってね、国連に関する知識だったり、時事に関する知識、そして、めっちゃむずい英語が問われるっていうことでね、はい、皆さん本当に三重苦、四重苦みたいな形でね、苦しむんですよ。で、まず単語ですね。英検1級のほら、最初の第1問に出てくるさ、単語ってめちゃくちゃ難しいじゃないですか。国連英検ではですね、その難しい単語が普通に本文中に出てきます。そう。だから文章の中に、いわゆる英検1級って単語の問題あって、あれだけすげえむずいんですけど、それがリーディングやリスニングに出てくるかって言ったら出てこないんですよ全然、ね、それに対して国連英検は普通に読んでる中でその英検1級の単語が出てくるっていう感じです。でまあ参考書もねいっぱいあるんですけどここにね、うん、まあやってみればわかると思います。そして正誤問題めちゃむずい書いてある内容めちゃむずいね、はい、時事に関してですねもう本当に普段からね英字新聞とかそして雑誌ねタイムとかエコノミストとかね、そういったものを読んでないとまあ相当大変だなっていう印象です。で結構ね多くの人が国連の知識問題っていうのが出るのでそれが嫌だと、ね、しっかり勉強したところで国連の知識が身につかないから国連の知識聞かれたところで答えられないから英語ができても受かんないよって思ってる人がいます。それは勘違いです。国連の知識問題が一番簡単です。それはもうね過去問やればわかるし私もセミナーでね何度かねセミナーやったんで国連の知識セミナーねでそれで体感してもらいました。皆さんにここのパートが一番簡単だっていうのね。でなんで難しいと思うかっていうとそうここね国連の知識っていうのがあるんですけども、まあ、これが前のやつで今のやつはこれなんですけどこれを読んでこれを覚えなきゃいけないと。で過去問を確かに一つだけとか解いてみるとだいぶマニアックなことが聞かれるな。こんな細かい場所とか年代とかが問われる、ね、でこんなん無理でしょこれページめっちゃあるしみたいなね。まあ実は英語と日本語2つあるので半分なんですけど量的にまだ書いてある内容はね。で自分自身もこれね一生懸命読んでここ重要かなってね線引いて覚えたりしたんですけど時間の無駄でした何かって言ったらやっぱ国連英検が問いたいことってね決まってるんですよ。重要なものってね決まってるの。国連英検が問うてくるところっていうのはだいぶ限られた内容なんですよこの中でも。だからこっちから入るとですね非常にもったいないというかこっちから入ると時間の無駄になる。そうじゃなくて過去問から入ってください。過去問たちをやっていくとですね同じ問題ばっかりだって気がつくんです。あこれ昔のもっと昔のやつですねこれはね。あのもっと昔のやつはやらなくていいです。一応買ったんですけどネット上で結構ね傾向ずれてるのでそうそうあのネットで中古品買ったんですけど結構ずれてる。最近のからやってください。で最近のからやって国連の知識の問題をやっていくとですね同じ問題がほとんどです。だからまず8割から9割は必ず見たことがある問題だと思った方がいいです。新問っていうのはまだほとんど出ないです。たらまあねこっちも改定されたんで新しく問われる問題とかっていうのが出てくる可能性は十分にありますね。でだから自分自身はこっちの過去問をやって過去問に出たものをノートにまとめてでこれをさらにノートにまとめたんですよ。ノートにまとめるの好きなんで自分自身世界史とかもそうですけどこれをノートにまとめてるんですよ。で僕はもう決まってて人物は水色場所は緑年代は黄色って決まってるのでもう頭の中でこれ世界史そうやって勉強したんでだからそういう風に色塗ってって過去問見て問われてた場所に赤で線を引くっていう感じでやってましたね。でそうすると赤のとこがいっぱい出てくるし
で新たに、あ、なんだ自分はこっちからノートに書いてなかったけど、あ、ここも問われるんだ、じゃあちゃんと書いとこうとかね。ただほぼほぼここのまとめ、自分が作ったまとめのノートのうちの一部しか問われないっていう印象で、セミナーやった時はそれを教材にしたんですよ。その過去に問われたところを全部空欄にして、そしてそのノートさえやれば、まあ、ほぼほぼ8割から9割は確実に取れるってやつです。だから結構10割取れることも多いので一番得点源です。やっぱ単語だったり熟語だったりの問題はめちゃくちゃむずいので、そっちを確実にやった方がお得ですね。で、特 A 級と A 級っていうのがあるんですけど、まあ特 A 級と A 級の範囲ってそこまで変わんないんですよ、これが出題される。だからどっちもやるといいですよ。どっちも被ってるのでやることをお勧めします。で、過去問やってみれば分かりますが、非常に難しいですから、めちゃめちゃ難しい単語が聞かれたりとかね。あの A 級と特 A 級でもだいぶ違う。で、僕自身はその A 級の方は表彰されてるんで、優秀賞みたいなね。で、ライティングにも知識が必要ですから、国連の知識ね。だ、国連の知識だったり、時事ですね、についての知識はきちんと入れていく必要がありますね。いやー、すごい。相変わらず、むずい問題が並んでますね、本当に。はい、空処方重も大鬼だな本当に。いや、相変わらずの難しさ。で、二次試験が面接になります。で、面接の方はですね、これも英語がただできればいいわけではありません。きちんと国連の知識だったり時事の知識がないと点数を取ることはできません。だからきちんと勉強しなきゃいけない。自分自身はその時には何でしたっけ、時事ニュース決定でしたっけっていうのもせっかくだから取りましたね。じゃあきちんと、時事の本っていっぱいあるじゃないですか、ニュースとか時事のやつって。それ買って読んで、面接で使える表現とかっていうのをマスターするっていう感じでしたね。知識と表現をマスターするって感じかな。あとはまあ普通に CNN とか BBC 見てたんで、特にその頃は CNN が多かった。CNN と CBS イブニングニュースを見てた頃だと思うんですけど、で、それでなんとかなりました。面接の時もそこの知識。まあ最初にね、自分の趣味とかさ、好きなものとか尊敬する人とか書くんで、それでだいぶやってうまくいったって感じかな。で、あとはまあ面接のね、おじさんのね、喋りが長くてね、それよりは僕がもっと喋りたかったって思って、これで落ちてたら許さんと思ったんですが、で、無事合格できましたよ。本当に、まあ自分自身に本当面接行きたくなかったよ。もうその当日はでもやだなって思ったけど、行ったら何のことなかったですね。はい、もう、ああ、ちゃんと学んできたし、自分の力出せばいけるんだっていうのはよく分かりましたね。で、まずね、知識をきちんと入れることっていうのが大事。英語力を上げるし、時事と国連の知識っていうのも同時に身につけていくっていうのが欠かせませんから、これを両方おろそかにしちゃいけないですからね。必ず両方やってくださいね。知識で、英語だけじゃない、英語はもう英検1級の単語なんか当然知ってる、そして時事の知識を持ってるっていうですね、この両党で必ず戦ってください。これが大事です。これがないと倒すことができないですからね。ぜひ皆さんも挑戦してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching ですね。Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.